時は過去から未来へ連続して止まることなく永遠に流れ移っていくもの。何かと忙しい現代社会では、全ての人に平等に流れる時間を有効に使うことが求められているのではないでしょうか。そんな大切な時間の感覚を子どもの頃から養えると、今飛ぶように売れている商品があるといいます。こちらの時計ですね、子ども用と伺いましたが、真ん中と外側に数字がたくさんありますね。ちょっと普通の時計とは変わっています。1から12の時間を示す目盛りの外側に、0から59までの分と秒を示す目盛りが配置されています。普通の時計と比べると大人には少々読みにくい時計ですが、もうそれ目当てで来られる方っていうのも多い。入学祝いに選ばれることがすごく多い。子供が魔法にかかったように時間を読めるようになった。そんな口コミが広がり、2014年の販売開始以来、世界各国で9万個を売り上げ、2017年にはグッドデザイン賞を受賞。その名もプンプンクロックです。どうして子供たちに魔法をかけることができるのか、製造している高岡の博多レムノスを直撃しました。子供のいるご家庭のお母さんたちって、普通の時計の周りに自分たちで1の外側に5分、2のところに10分っていうような、こうシールとかを手作りして壁に貼ってたりするんですよね。それって美しくないなと思って、で外側に貼ってあるシールをこの中に収められないものだろうかって、こう四苦八苦したところから始めたんですよね。長い針が2にあるのになぜ10分？子どもたちにとって時計特有の数の数え方は理解が難しいものですが、プンプンクロックは赤い針の先端の数字を読むだけですぐに時間が分かるデザインになっています。実際にプンプンクロックを使っている幼稚園では、5、4、3、4、1、0はまたこうなった。23分。すごいなと思ったのは、このなんだろう、この短い針がきちっとなんか時間を指して分かりやすい。このなんか何分っていうところも外にあって、長い針に合わせてあって、短い針に何時っていうのが合わせてあるっていうのが、みんなにも分かりやすかったというか。見た目の評判も上々です。どうこの時計？すごいかっこいい。すごいかっこいいと思うし、すごい色とかもかわいいと思う。園児たちからもお墨付きのプンプンクロック。実は他にもこんな工夫が。もう最初から絶対ここはスリットって決めていて、例えば分身のスリットから2を見せることで、一般的な時計に置き換えても10分と読めるようなデザインになっています。土橋さん自ら保育園へ出向いて子どもの意見を聞きながら、2年の歳月をかけて作られたプンプンクロック。高田レムノスでは毎日300個、年間で1万個以上製造し、その全ての組み立て工程を職人が手作業で行っているそうです。まっすぐ刺さないと時間がずれてしまったりしますので、特にこのプンプンクロックっていうのはしっかりお子さんにも時計を読んでいただくためにということで、秒針の位置までもしっかりこう人の手でやっていかないと。土橋さんにはこのプンプンクロックを通して伝えたいことがあります。時間だけはこう伸ばしたり変えたりできない、みんなに平等なものだと。自分で使いたいように選択して、自分で納得してできるような、ツールとして愛されていくようなものにしていきたい。続いては、毎年